オッケー、ありがとう。レザー行くか。よかった。何回も何回も設定し直したよ。あー、カメラ死んだの痛えな。重っ。どんどん荷物増えてくる。でも臭くなってきたな。こうか、行きます。よかったよかった、音も全然こもったりしてない。おはよう、こっちゃん。音も問題ないかな。大丈夫。和道旅団北海道支部長、おはよう。はい、ワド2、カナリアさん、おはよう。とりあえず駅に向かって歩いてます。小坂池からさ、東金駅ってどれくらい距離あるだろう。小坂駅から東金、小坂池から東金。おはよう、さくらちゃん。おはよう。4キロか、 4.3 キロ、結構あるな。小坂駅1周ぐらいあるな。小坂駅1周ぐらいあるな、駅まで。結構あるな、東金駅。天気いいわ。52分かかる。タツさん、おはよう。結構かかるね。今日はどこに行こうか。すごいよね、マクドナルドの看板がすごいもん。 3.5 キロって書いてあるもん。 3.5 キロ先マクドナルドって書いてある。風呂があるところまで移動した方が良くない？充電するにも。どうしようかな。だってさ、すごい道なんだよ。こういう道なんだよ。何もないでしょ。マクドナルド 3.5 キロでこんな感じだよ。ひたすら何もねえもん。おはよう。東金ですね。リスナーさんに車出してもらうの待つか。道の湯地図で見ると逆、道の湯は行かない。そうじゃなくて駅に行って移動して、あのでかい都市の方に行くって感じ。メイルでしょ。まあ後ろ見ても何もないけど、だからドン・キホーテすっげえでかかったもん。感覚広い広い。とりあえず駅に行って、でどっか移動して宿を取ろう。
それかまあリスナーさんの誰か、あの車出してくれる人を探そう。車で迎えに来てくれて宿まで送ってくれる人。家には帰らないのか。うん、旅だからね。家に帰らないのか。うん、本末転倒かな。旅だから。おはよう。アメリカみたいでしょ。でも空が広くて気持ちいいよ。太陽がさ、もうビルに囲まれてたから。俺の田舎の方こんな感じだから、同じ千葉だから。だからすげえなんか心が落ち着く。空がこんだけ広いんだもん。一番に厳しいよ。もう絶対無理ってレベルだよ。でも不可能にトライする姿勢がさ大事じゃん。不可能にトライしていく姿勢が。頑張るよ。東京じゃありえないね。セブンイレブン？今エネオスがあるね。エネオスとお土産屋がある。セブンイレブンは見えないな。おはよう。サネヨン、おはよう。フォロワー1万人いないよ。だから成長しながらだよ。成長しながらこの活動を見てもらってフォロワー増えてリアトス増える、そういう流れだね。お土産屋でっかいよね。いや、全てのお店がでかい。やっぱり土地が安いんだよ。うん、寂しがってたらって寂しいわけじゃないよ。絶望的だって言ってんの、歩くのに。なんか、うん、ありがとう、ねぎらってくれてありがとう。軍資金は特に縛りはない。うん、ワード2。ただお金はいつもカツカツだよ。なるべく節約しながらだね。宿も1週間に1回ぐらいしか泊まれねえんだろうな。どっかでゆっくりしてえな。体休めたい。セブンイレブン見えねえぞ。今ね、セルフスタンドの井出光かな。今度旅は昨日から。そうだね、晴れてると気分いいね。おはよう、春さん。あ、セブンイレブン見えた。セブンイレブンあったよ。あと 500m ぐらい先。マジで？でもね、歩いて移動しようかなとか思ってんだよね。見えた見えた。 500m 先にセブンイレブン見えた。うん、間違ってないね。あ、まったりしてていいね。勝つよ、言ったよ。通報されちゃって、うん、すぐ出ますって言ってたけど、勝つよ、言ったよ。すげえ怖かったよね。一番臨場感あったんだから、高画質配信だし。すげえリスナーには受けてて、アクティブ500だったんだけど、通報中が通報しちゃったんだよね。マップ確認できてありがとう。バッグはね、23,000円のバッグで、星のベルトにもこうついてて、
しっかり固定されてる。ここにポシェットがついてる感じ。バックパッカー用のね、バッグです。ね、取り付いてるかもね。若干荷物が重たいよ。懐中電灯重たいの買っちゃったから。今多分ね、7キロぐらいあるかな、荷物。PC3 台、バッテリーとか、全部含め、多分7キロはあると思う。これはしてないね。7キロ持って移動はきついよ。重い。セブンイレブン到着しました。今ね、東金だね。ありがとう、応援ありがとう。東金駅どっちだ、これ。左に渡った方がいいって言ったよね。左に渡ろう。僕はしたいけどね、先に進みたいかな、今は。そのまままっすぐ、OK、左車線に入るわ。左側に移動します。千葉、田舎、特に東金なんか田舎の方だから、うん、ここはあの都心部じゃないから。千葉は田舎だよ、外れると。風船ありがとう、リリポンありがとう。風船頑張ります。いい生活。いやいやいや、まあね、夢が叶ったよ。前坂勇者いらっしゃい。ただ7キロ背負って移動はきついよ。何もないね。ただドンキホーテのデカさにはびっくりしたよ。新宿だと大久保のドンキホーテかなりデカいんだけど、あれのね、5倍、6倍ぐらいの大きさに2階建てなの。だから12倍ぐらいかな。靴の支援、靴は大丈夫だよ。今靴はいいや。やっぱね、物よりも正直その靴代とかをさ、くれた方がいい。そう、バッテリーとか、カメラ今日壊れたからカメラ買うとか、自分で判断できるからさ、その時その時で優先順位が変わってくんだよ。だから現金支援が本当にありがたい。なんか金金してるようで申し訳ないけど、お札は軽いでしょ。はい、バトツー、たくみさんおはよう。4年ペースだなこれな。今リアトツー9人かな、うん、おはよう、うん、あー、ありがとう。今僕は旅人ですよ、本当に。旅人っぽいでしょ、やってることが。旅配信者だよ。そう、あれだよ、旅行配信とは別だぜ、こんなの。ねえ、1日2日やるだけじゃないんだから、どっか決められたところ行って。全然プラプラでしょ。俺がやりたかった配信はこれなんだよ。俺がやりたかったのはこれ。いいでしょ、和道の旅配信。地図で分かりやすい道から行くか。短い距離がいいかな。さくらさんはどつ、おはよう。猿岩石だよね、本当にね。あそこまでね、海外じゃないからまだいいけど、日本語通用するし、リスナーがいるからね、何より。リアルタイムで繋がってるじゃん。猿岩石は誰とも会話できねえかんな、相方同士が。千葉の、あ、鉄拳さんいらっしゃい。千葉の東金です。見て楽しい。そっからローソン。ローソン。あ、見えるよ。ローソン側に行けばいい？左側、要は、Y 字路になってんだけど、ローソンの方行けばいい？
オッケー、ローソン行くよ。ローソン側の道通ります。ありがとうマロンちゃん、いつもバックアップサンキュー、助かるよ。ローソン側行くよ。オッケー、大通りから外れます。仕事行ってらっしゃい。リスナーさんがナビしてくれたりすんのよ。関西ありがとう、ありがとう。関西も行くよ、よろしくね。旧道に入った近道で OK。 今ローソンがそこにあるから、ローソンそこにある。うん、千葉だよ。心霊スポットで一泊してきたよ。友達1万人じゃないよ、リスナーさん1万人ね。うん、旅は終わりだね。日本編が終わって海外編に入る。その間2年ぐらいは休むけどね。とりあえずは今日本編、日本制覇。テロップに場所を書くの書いてあるな。リアトツ1万人の旅、アット千葉ってテロップに書いてあるわ。読んでみてよ、うん、書いてある書いてある。おい KB さんいらっしゃい。大金駅行ったらどこ目指そうか。どこ行こうかな。どこ行く？みんな。どっか行きたい場所あったら言って。ヒッチハイクか。どうしようかね。パソコンだよ、カシーニいらっしゃい。カッシーニ福島行ったらよろしくね。モノツー、ナオちゃんいらっしゃい。おはよう。体も冷えてるし、風呂も入りたいし、飯食いたいし、とにかく体を休めたいね、今は。泊まりはリスナーさんの家とかが一番いいんだけどね。うん、差し入れ不可になってますが、一緒に飯食う。あ、それはアリス。要は荷物にしたくないだけなんで、飯屋のおごってもらったりするのは大歓迎です。ありがとうございます、うなぎさん。うなぎにさん。そう。要は、その、なんか無限に断りたくなくて、その、荷物になっちゃうからなんですよ。差し入れ NG の。もう今7キロぐらい背負ってるのね。すっごい肩痛いんだ。パソコン3台、ペットボトル2本、1.5 リッター?じゃあ1リッターか。で、服とか、今日も懐中電灯重たいの買っちゃったから、肩が痛いんだよ。これで何キロも歩いてるんだよ。ここでの企画じゃないよ。今駅目指してるだけ。うん、ご飯おごって。ぜひぜひ。海鮮が食いたいかな。生主の家は、生主の家全然泊めてもらえる人がいたらありがたく泊めてもらうよ。リスナー1万人いないよ、いないよ。これから作るの。大手になる目標。ていうか日本全国行く。どこ通るとかどこ来るじゃなくて日本全国行く。うん、ありがとう。別に高い店とか望んでないから安くてうまいもんね。 B 級グルメ。高い店だと緊張しちゃうから。うわー、綺麗な花だな。これなんていう桜？これすごくない？なんていう桜？2色の桜なんだけど。
え、何これ、え、こんなの見たことある？二色の桜だ。何これ、何これ、見たことある？二色の桜、え、何これ、すげえな。少しを歩くの肩に負担が、そうなんだよ、すっごい肩痛、ガッチガチ。今目標あると、そう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 、目標を高く設定するタイプなんだよ俺は。怠け者だから達成できない目標にしてんの。神奈川来たら焼肉、あーマジ嬉しいわ。てか神奈川結構リスナーさん多いみたいだね。みんな神奈川っていうもん、横浜とか。あーフラフラしてきた。今エネオスです、今エネオスです。ガソリンスタンド多いね、やっぱり。桃って花か。へえ、カッシーニあれか、花とか造形があるんだ。ちょっとかっこいいじゃん、うん、桃なんだ。このエギュー、シガシガ行くよ、よろしくね。駅まで遠そうだな。はよ、まっすぐ OK。 これは大変な旅だわ、これは大変な旅だぞ。はい、ワード2。おお、濃い味だ。いらっしゃい。濃い味いらっしゃい。早くしないとバッテリー切れるな。駅からどこ移動しようかな。シャワーがある満喫なさそう。名古屋コーチンごちそう。ありがとう。ありがとう。みんなありがとう。愛を感じるよ。配信やっててよかったよ。ありがとうね。もうすぐ7時か。ずっと歩いてるな。志麻さんいらっしゃい。マジで極上の肉を送ってくれんの？大金町なら成田方面、海外沿いなら銚子方面。銚子か成田か選んで、みんな。成田は俺の地元だから配信あんまつけたくないけど、成田でも満喫駅前にねえよ。少子化成田か書いて、東金から移動しようか。成田か少子化。6月試合前に怪我は厳禁だぞ。そうだな。でもこれもトレーニングになるから、足腰めちゃめちゃ強くなるぞ。7キロ背負ってこんだけ歩いてんのも。調子行くか。じゃあ、調子行きます。海鮮物食おう。食えるかな？予算がねえぞ、ほんとに。金がねえ。調子行こうか。OK、調子向かいます。ありがとう、たくみさん。ナイス、ナイス、アシスト。調子で調子を取る。ていうかさ、調子の方にさ、泊まれる場所あんのかな？調子の方に、なんか宿っぽいのある？安宿。満喫みたいの。うん。そう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 、本当に足腰、特にキックボクシングなんか足腰だから。調子に満喫ある？本当か？調子に満喫なんかあんのか？さあ、シャワールームがついてるかどうかなんだよ、すべては。カツギョ行ったって。カツギョから戻ってるんだよ。うん。調子駅前にある？シャワールームついてんのかな？シャワールーム。あー、肩痛い。
こいい家だな、こんなのいいな。学校かなあれ、体育館だ。え、岩盤浴付き？ソースの駅前？え、本当に言ってる？俺アスペだから信じちゃうよ、カッシーに。あの、冗談聞かないから、そういうの。ソースの駅前の満喫、岩盤浴ついてる？なんだそれ。マジか。あ、ていうかバス乗ればよかった。やっちゃった。やっちゃったよ、バス乗ればよかった。マジかよ。この辺住宅街になってきたね。新築のいい家が。あるの？シャワーなかったって言って。本当に言ってる？ないって言ってるよ、もっこりさんは。シャワーがないか。そろそろ洗濯もしたいしな。え、嘘？いや、URL、ごめん、無理、今。URL 開けないんだよ。LINE 送っといてありがとう。初見さんいらっしゃい。太陽の里って温泉か。京成ホテルにお風呂ある。ありがとう初見さん。ふん。あとで、電車乗ってるときそれ調べてみようか。とりあえず、調子に行くんで。調子のリスナーさんいます？絶対いないでしょ。調子のリスナーさんいますか？調子に住んでる人。リスナーさんに会わないで意味ねえかんな。調子ら辺に住んでる人いるかな、今見てる人で。じゃあ一回タイトル変えます。お疲れ様です。マジで岩盤浴付きネオカフェ。タイトル変えます。お疲れ様。ヤミーが近いね。カッシーニナイス。いくら？値段いくら？満喫。岩盤浴いいじゃん。最高じゃん。ありがとうカッシーニ。ナイス。ナイスアシスト。1500円か。いいね。トリオ2。1500円ちょべ安いじゃん。何時間1500円か後で教えて。やば。今度はどう？聞こえる？直太、ありがとう。はい、わざつ。あのね、延長チケット大体いつも1万5000円分ぐらい買うんだけど、今月もう10日でなくなっちゃうから30分枠になるわ、今度から。
売り上げそんな上がってないから延長できねえわ。へいし、へいし。かけさん、おはよう。心霊で言ったかな。へいし。いや、サーバーの問題だと思うよ、治ったんだったら。俺の問題じゃないと思う、これは。おはよう、マムさん。まず、おはよう、バタフライテール。いやー、大変よ。心霊スポット一泊したよ。で、これから銚子に向かうんだけど、銚子にリスナーがいると思えないんだけどな。いるのかな？眠いっつうか、肩が痛いから、もうお風呂、足もずぶ濡れだから。っていうか、駅まで遠いな。とりあえずその岩盤浴行って、シャワー入って、満喫で充電して体休めるわ。お茶会駅から歩いてるね。いや、調子、みんなが調子見たいって言うからなんだよね。全部気分、ノリ。ネムさん、ありがとう。ハート闇いるんだ。闇リアトしてくれたら嬉しいな。闇が、闇に会えるんだったらね、収穫全然あるよね。風船ありがとう、田村さん。花火来たー。竹人さん、ありがとう。花火、花火嬉しい。ありがとう、花火ありがとう。助かるよ。ありがとう、高瀬さん、ありがとう。仕事行ってらっしゃい。朝も行けよかったね。ありがとう、頑張るよ。え、九十九里浜近いの？九十九里浜の看板が出てる。近いわけじゃねえか。こっちの方角ですよ。まっすぐでいいのか、これ。三部の方行ってるけど、これ駅着くのかな。うわ、NTT だって。NTT だって。おはよう、夏尾さん。でっかいね。天下の NTT だからね。バーガープレゼントありがとう。バーガーありがとう、ホッツさん。アイテムありがとう。ハートプレゼントありがとう。ハート2個ありがとう。九十九里浜8キロか。さすがにそこまで歩きたくねえな。パフェありがとう、ホッツさん。今ね、東金っていうところにいる。駅に向かってんだけど、まだ着かない。もう何分歩いてんだろうね。ホットさん、花火2発ありがとう。ホットさん、ありがとう。ありがとう。ホットさん、ありがとう。いやー、ありがてえ。ありがとうございます。ありがとう。サンキュー。銚子まで歩きじゃないよ。あの、駅に向かってる東金駅に行くの。150名さん、おはよう。ありがとう、ホットさん。花火ありがとう。助かるよ。あ、墓石屋さんだ。墓石、今赤い墓石とかあるんだね。いいな、赤い墓石。いいね。ホットさん、ナイスだね。タケトさんもナイス。ありがとう。調子でリアトズ一人でもいたらね、来た甲斐があるんだけどね。今のところ移動してリアトズがなかったことはないから、できれば調子にリスナーさんいたら嬉しいんだけど、まあ可能性としては低いよな。低いよな。調子は。天気良かったよ。ありがとう。ちびりおんさん、ありがとう。3個ありがとう、風船。サンキュー。大事にするね。ありがとうね。支援ありがとう。
おはよう、森下さん。おはようございます。バーガーありがとう。バーガーありがとうございます。ありがとう、アイテム。いつもありがとね、森下さん。ありがとう。しかし、駅までの距離が半端じゃねえな。そう考えると東京って便利だな。5分歩いたらどっかしらの駅に着くもん。風船10個ありがとう。風船10個ありがとう。ねえ、5分歩いて10分歩いたら絶対駅ぶつかるもんな。ねえ、まっすぐ直進したら1個の駅に何分かかるよ。もう何分歩いてる？ 1 時間ぐらい歩いてるよ。これが不便ってやつだな。旅そのものだよ。ずっとまっすぐでいいのかな。魚とかうまいんだろうね、調子は。ニックン、バカ2つありがとう。バカザイス。ニックンありがとう。サンキュー。マジリアルだな、この旅配信。右に看板が出てくる。看板？東金駅って。右。今、千葉工業銀行。バーガープレゼントありがとう、クミタン。千葉工業銀行だね、今。右に出てくる。駅が。あ、確かに店が増えてるな。店が増えてるわ。多分これ駅前なんだ。千葉工業銀行、まっすぐで OK かな。じいじおはよう。確かに駅前っぽくなってきたな。おはよう、海坊主さん。おはようございます。ゆっくりできるとこあったら休んでね。仕事行ってきます。ゆきさんありがとう。頑張って。東金駅行き、まだだな。なんとか湖入り口だって湖があるんだね。地方でパチスロ配信やりたいけど、今ね、金がない。懐中電灯買うのに9000円かかって、ここまでの交通費1000円で、本当にぶっ飛んでいくんだよ、金が。おお、ハチ、昨日ありがとうね。ごめんね、ハチ。昨日は花火くれたのに、盛り上げてくれたのに。おはよう、ハチ。今から銚子に向かいます、僕は。銚子に。うん、頑張って、仕事行ってらっしゃい。あ、東金駅見えた。もうすぐだ。東金駅見えた。いいね、銚子でパチスロいいかもしんないね。でも無駄にできないよ。空太郎さん、5個ありがとう。風船ありがとうございます。ありがとう。スロット配信の時はスロット配信名目でちゃんと募るから、これはこのお金ですよっていうことで。じゃないと、スロット配信の、スロットやらせるためにお金ね、渡してるわけじゃねえんだぞっていうクレームになるから、リスナーさんとしてはさ、旅を応援したい人と、スロット企画いいじゃんっていう人いろいろいるから、そしたら住み分けできるじゃん。あ、スロットやるためのお金の花火ねって。そしたらスロットのファンの人は、ね、アイテム、その時に渡せばいいから。勝ったらお金あるよ。でも負けてんだもん。よし、渡ろう。もうすぐ東金駅です。花火ありがとう。ありがとう、一発。398、いつも。さすが、翔子さんナンバーワン囲い。ありがとう。ありがとう、マロンちゃん。いいね、商店街だ。商店街だ。とりあ
りあえず電車で座れるのはありがたいな。バッテリーも持ったし、リアド2名、いい街でした。これはまっすぐ、あー着いた、見えた。東金で一服して終わりにしようかな。荷物重って、マジで荷物が重い。なんで差し入れ NG なんですか。あのね、今ね、俺バッグ7キロの背負ってんだよ。これ見える、これパソコン3台入ってるし、すっごい重たいのよ。あ、ごめんなさい、すいません、すっごい重たいのだから、あの差し入れ嬉しいんだけど、食い物とかできればそれだったらご飯地元のものをおごってもらいたいし、あの現金支援の方が機材とか次の配信交通費とかに回せるからさ、あのそっちの方がありがたいんだよ。いろんなね、多くの人に荷物これ食べてこれ食べてってやられちゃうと全部食べるのも大変だしさ、持って帰れないっていう。小分けにして、あ、ありがとうトビーさん、ありがとうトビーさん、嬉しいよ。着いたね。喫煙所あるかな、喫煙所。久しぶりに見たけど旅配信ですか。そうそうそう、昨日からタバコ吸う場所ねえかな、タバコ吸う場所。タバコ吸う場所ねえかな、どっかに。今ね、学生さんが多いね、通勤時間だから。寝れてないね、まだ寝れてない。口座を DM すれば、あ、お伝えしますよ、お伝えします、お伝えします。タバコ吸える場所どっかねえかな、喫煙所、喫煙所ないな、田舎の方。携帯配信持ってるからいいか。花火ありがとう、竹人さんありがとうございます。熊ももおはよう、猫おはよう。よし、鳥花火ありがとうございます。ここでタバコ吸います。じゃあ次開くのはね、調子に着いたら開こうかな。どうしよう、調子駅に着いたら枠開く感じでも OK。 駅前なのかな、さっき教えてくれたそのなんだっけ、さっき教えてくれたなんだっけ、あのあれがある、満喫があるの。そうそうそう、初見さんいらっしゃい、もしよかったらフォローして。10時から太陽の里はどこにあんの、ピョントラさん、どこにあんの太陽の里は。アミューズメントプレイスドルフィンがおすすめなんだ。岩盤浴は超いいね。犬なんとか駅、うん、ありがとうあっちゃんフォロー、もしぜひ会いに来てください、地元に来た場合は。バーガープレゼントありがとう愛国さん、いつもありがとうね。岩盤浴付きねカフェとか暑いよね、みんな学校だこれから。初見さんおはようございます、まさきさん、もし面白かったらフォローしていってください。風船ありがとう、まさきさんありがとう。で今から、今東金駅にいるんですけど、銚子駅に移動します。で銚子駅から配信するかどうかは分かんないっす、銚子駅から配信するかどうかは分かんないっす。だとりあえず寝カフェに行って体休めますね。ありがとうちでちゃんバーガー、また来て、ありがとうね。
太陽の里はリクライニング付きで充電できる。マジで？太陽の里は何駅なの？何駅？ああ重て。一回荷物整理しないとな。逆光で見えづれえな。犬なんとか駅じゃわかんないよ。犬なんとか駅じゃわかんないよ。頑張れ頑張れ。ありがとうまさきさん。ぜひ近くによってはリアドしてください。みんなフォローよろしくお願いします。旅の期間だけでも見守ってもらえると嬉しいんで、フォローと通知よろしくお願いします。犬ヶ崎、犬ヶ崎か。とりあえず調子に行こう。とりあえず調子向かうわ。九十九里浜宿泊に7,000円、満喫だな。満喫だな。じゃあ移動するわみんな。お疲れ。アイテムたくさんありがとう。お疲れ様です。移動します。お疲れ様。おつです。うん、お疲れ様。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。